ケイト早速虫に噛まれてるやん。せーの、わー、おー、全員が違うと思った。チャンネル。最後だけブレーキって合図が出たら、ね、ここまでグッと引っ張って引っ張って、ね、この辺までねグッと引っ張って走ります。はい、万歳。左、はい、ブレーキ、はい、ちょっと散歩して前に、そう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 、そんなイメージで、ね、分かった。走ってもいつ飛ぶか分かんないからちょっとなんかドキドキします。サンタクロースみたいによいしょ。これがしま、これもパラグライダーの意気込み。そうです、醍醐味。次飛ぼうと思ったら、あの上までまた上がらないといけない。すごい、なんかこれつけたら急に緊張してきました。こちらの方、こちらの方よかった。はい、発生で走っております。全然飛んでなかったんですか？ちょっとね、ふわーって浮いてました。あ、浮いてた。はい、はい、ドキドキする。公演前みたいな緊張してる。あ、そうやった、初めて。よし、走ってこい。はい、はい、まだ走れ、走れ、まだ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 走れ、はい、これ離して。思ったよりも重くて、もっと走れるかと思いました。意外と一番怖がってたんじゃない。はい、ちょっとビビってました。ビビってました。走ります。赤ちゃんが飛んでました。今一番飛んでましたね。浮いてました。めっちゃ浮きました。バチです。怖くはなかった。全然です。でもなんか急に足場がなくなるから、怖とね、はい、そうです。あれ一番ね理想的なんで。風に乗ってました。雷が鳴り出したから風の向きが今良くないみたいです。雲行きが怪しくなってきました。めっちゃ安定してた。すごい。あんなできる。怖い。めっちゃ浮いてたくない。だって。走るよ。どんな感じじゃないの。なあ、遠くない。めっちゃ飛んでましたよね。めっちゃ飛んでました。すっごい気持ちいい。あんなうまく飛べる気がしないです。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。なぎささんよくあんな一言も発さずに飛んでいったなってびっくりしました。そうですね、すごいキャベツみたいに、キャベツ入れたって。やばい、怖くない。一瞬やけど長く感じる。
これやったらもうなんか強くなりそう自分が。確かにちょっとな、うん、怖いもんなくなりそう。さあこれはバンザイしてきます。でバンザイですよ。もうちょっと上。そう。まだ。はい、ブレーキをお尻まで引いて走ります。バイ。完璧。急に怖さがめっちゃ減りました。全然全然あの余裕な顔感じが出てました。バンザイしときますよ。そのままバンザイしてて、バンザイこっち見ときましょう。そのままね、そのままね。はい、まだですよ。はい、ブレーキして走ります。そう、まい。素晴らしい、完璧。ありがとうございます。さっきは景色を見れなかったので、景色を見て楽しみたいと思います。目標はケイトより飛ぶこと。飛んでくるから、誰も見てへんけど。ぬかるんでるとこに着地してしまいました。頑張れ頑張れ頑張れ。飛んでくるよ。ちゃんと景色見てくる。うん、うん、ケイトもずっと見てないの。うん、下見てた。せーの、走らせて、はい、行ってきます。飛ぶ、めっちゃ走る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 。わー、飛んでる、飛んでる。わー、ワクポン叫びがち。めっちゃ尻餅ついた感じ。めちゃくちゃ2メートルぐらい尻餅つきました。お尻冷たい。お尻冷たい。お尻冷たい。左この階段の、だって左に操作なんかしてたもんな。なんかナマズみたい、自分の顔。ナマズ。みんなそうなんで、これの時は鼻、でも鼻こうなるか思ったより生で。ちょっとやめてください。でもみんなそうなるから。なぎさちゃんの時も例えたくなかった。ほんと朝飛んでな。頑張れ、頑張れ。ちょっと南の空に羽ばたいてきてね。ほんまや。自分の名前の通りだった。母さんの名前の由来は何ですか？羽を使っていろんなところ行っていろんな経験をして見極める目を持ってほしいっていう意味です。おー、ぴったりやん。ぴったりです。見極めてください今日は。はい、行くよ。はい、はいはい、せーの、走れ。いけいけ。はい、これ離して、これ離して、走れ走れ。一番浮いてたぐらいじゃん。やだ、浮いてはりました。名前の通りになれた。すごい、めっちゃ飛んでた。飛んでる感じめっちゃしました。した、うん、めっちゃ飛んでたもん。やった、嬉しい。めちゃめちゃ高く飛びたい。飛んで、みんなの未来を背負ってくれ。みんなの、すごーい。
はい、お尻まで引いてみましょう。お尻まで引いてみましょう。おー、おー、すごい、なんかやっぱ一番飛んでますね。うん、完璧。バカポンの見てたから怖かった。同じ方向に来たから、ちょっとまずいと思ったけど。一人じゃあ上からやります？じゃあやっとこうかな。一人からでしょうか。はい。私たちの気持ちを分かった込めました。みんなの気持ちを背負って私たちの分まで飛んできてください。分かりました。なぎさむのはずんなのかな。なぎさむカエルっぽいですね。カエル。ちょっとカエルですね。ほんまや、ナマズガエル。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ってください。じゃない？なあ、うん、全然違う角度が。走るのでも怖そう。うん、確かに。うわ、結構高いですね。こっから見ると。なぎささん。はい。どうですか？みんながちっぽけに見える。あ！大笑いしてくれて。走って走ってもう飛ぶ。走って飛ぶだけ。で最後は。キュンってして走るだけ。いいよ。はい。走りますね。走れ。おお。いってらっしゃい。おお。引っ張ってたら。引っ張ってたら。引っ張ってた。走れ走れ。引っ張ってた。ちょっと引っ張ってた。ちょっと思いっきり腰あったね今。すごくショックです。そうですね、はい、怪我とかはしてない。ちょっと外したい今たまには。あ、まだ行けますか。行けそう。でもこんな申し訳なさ申し訳なさすぎて、みんな今の忘れて。嬉しいです。でも尻餅仲間がいて。こけた時にちっちゃいバッタだけ寄ってきてくれました、私の元に。バッタ優しい。行くぞ。来た。行きます。まずい。バンザーイ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 してます。すごい。おお、合流したシーンがあってすごい感動的でした。幻想的というか、なんかトンボもなんか私のこと仲間にこうスッと入れてもらえたような気持ちで、仲間が増えたと思います。気持ちよかった。初めて空飛んだ。うん、夢が叶います。次なんか宇宙とか行きたい。はははは、めっちゃ行きたい。だからもう、渚さんすごかったですっていいよって。そうないですね。最初のあれ大丈夫でしたかとかね。渚さん見てた。はい、渚さんがこけた時とか見てた。めっちゃ見てました。あっちで見てました。はい、ブーって駆け寄ってくるとか。あまり近寄ったら危ないよって。あ、なんちっちゃいバッタだけ寄ってきてくれた。一回も失敗したのどう思った？ダサって思いました。失敗してから成功するっていうのが一番のストーリーやから。あ、なるほど。そう。待って待って待って。今バッタさん。バッタさん。バッタさん。待って待って。
めっちゃ美味しい。多めに入れときます。あと塊だけ。そんな